SSS 諸島の 1SSS 諸島、または 3S 諸島は、カリブ海、リーワード諸島にある、オランダ領の3つの島、シント・マールテン島、シント・ユースタティウス島、サバ島の総称。それぞれの頭文字を取っている。最大の町は、シント・マールテン島のフィリップスブルフ。シント・マールテンは、オランダ王国を構成する単独の自治領であり、シント・ユースタティウスと、サバは、 オランダ本国に属する特別自治体である。SSS 諸島と近隣の島々、カリブ海地域にオランダ領の島は6つあるが、カリブ海中部に3島、ベネズエラ沖に3島と、地理的に大きく離れた2つのグループに分けられる。シントマールテン島は、島の北半部がフランス領となっており、その北にはアンディラがある。SSS 諸島の東にはサンバルテルミート、 南には、セント・クリストファー島がある。三つの島はいずれも15世紀末に、コロンブスによって発見され、17世紀に、オランダにシンド会社によって占領された。18世紀後半には、シント・ユースタティウス島が、奴隷貿易を含む貿易拠点として繁栄し、黄金の岩と謳われた。D ワード諸島の島々をめぐっては、オランダ、イギリス、フランスが激しい争奪戦が、 繰り広げたが、1816年に、現在の SSS 諸島の領域が、オランダ領として確定された。オランダは、シント・ユースタティウス島のオラニエスタットに総督を派遣し、SSS 諸島を、シント・ユースタティウス植民地として統治した。1828年、シント・ユースタティウス植民地は、キュラソー植民地、スリナム植民地とともに、 西インド植民地として統合され、パラマリボの西インド総督の支配下に入ることとなった。1845年に西インド植民地は大陸部と島所部に再分割されたが、新トユースタティウス総督は再設置されず、SSS 諸島はミレムスタットのキュラソー総督の管轄とされ、キュラソー植民地に属する島として位置づけられることとなった。百五十四年、 ABC 諸島と SSS 諸島からなるキュラソー植民地はオランダの自治領オランダ領アンティルとなった。オランダ領アンティルはオランダ王国を構成する主体でオランダ本国と対等とされたが ABC 諸島と SSS 諸島の地理的な見学や格闘間の経済格差などの問題を抱えた。2010年この枠組みは解体され、 シントマールテンが単独のオランダ実治療に他の2等がオランダ本国に属する特別自治体となった。ありがとうございます。